はい、このやっと、ね、完成したね、廃棄物で作ったねリアのアンダースポイラー、この白い部分がね、最後にねウレタンクリアでね仕上げたんですよ。でこの黒い部分がねアクリルクリアね、普通のどっちもソフト993のやつなんですが、やっぱりねウレタンクリアのすごいところはね、かなりねこれブースも何もないとこでやったんで、下地とかもね結構適当にやっちゃってやるんだけどね、やっぱりツヤがね何年経ってもねありますね、ウレタンクリアね。アクリルクリアの方がねツヤがね短期間で折ってきちゃいますね、膜がね。ウレタンの方がなんか膜がすごい強いって感じですね。ちょっとこれ洗ってない汚い状態なんでね、ちょっと見た目悪いんだけど、この黒い部分はこの間クリア吹いたばっかなんでちょっと光ってるけどね、これはもうねウレタンクリア塗ってね2年経ってるんですよ。それでもねやっぱり光沢がありますよね。こっちはねまだ塗ったばっかなんだけどね、半年ぐらいするとツヤなくなってきちゃいますね。まあ、ウレタンクリアはね一番最後にやるっていうのがね原則っていうか、やってみた感じね、本当はねここも白だったんですよ。で色変えたくて上からね普通にソフト99のスーパーブラックね日産のね吹いたらね全部縮んじゃってね、ウレタンの上からアクリルっていうのはね重ね塗りダメなんですよ。やってみてね分かったんだけど、だから一回これ全部削り落としてねアクリルスプレーでねこの黒い部分やってあるんですけど、だからアクリルウレタンでここの黒い部分はねもうどうしようもなかったんで、カッティングシートでね黒のカッティングシートで貼っちゃってあるんですよ。そっちの方が手っ取り早いんでね、この形状が複雑なんで削るのがもうやだくなっちゃってね、こことここがカッティングシートで、ここがアクリルのホワイトの上からウレタンクリアで、ここがアクリルのスーパーブラックの上からアクリルのクリアね。だからねアクリルのカラーの上からウレタンっていうのはウレタンクリアっていうのは大丈夫なんだけど、ウレタンクリアの上からもう一回アクリルのね塗装っていうのはねダメですね、縮んじゃってね。まあやってみて分かったこと、これからウレタンクリアね使ってみたい人のためにね撮ってる動画なんですが、それだけ頭に入れておけば失敗することはねないと思います。以上ウレタンクリアのね使い方でした。最後までご視聴ありがとうございました。